皆さんこんにちは。こんばんは。心リンクゲームズベイ君です。おかめです。意味がわかると怖い話実況続きいきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてステージ5の今回は、はい、そこ気になりましたか。気になりましたね。ちょ気になりましたか、ステージ5のファイル6、6でいきましょうか、うん、心霊写真参ります。皆さんよろしくお願いいたします。ドン、はい、はい。俺の誕生日にホームパーティーを開いたわけ。その時家の中でみんなの写真を撮ってみたら変なものが写っちゃったのよ。オッケー。背後の押し入れから見知らぬ真っ白い顔をして、真っ赤な目の女が顔を出してこっちにやみつけてんの、はい、これやべえじゃんってことで霊能者に写真を鑑定してもらった。そしたらこの写真からは霊気を感じない心霊写真でもなんでもないよ。だとさ、ほう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 、俺はこれからどうすればいいのか。たったの1文だけですね。 OK、 じゃあとりあえず推測、はい、うん、いきます。はい。男が怯えた原因は何でしょう。怯えた原因、はい、俺が怯えた原因。俺がはい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 、うん、背後の押し入れから見知らぬ真っ白い顔して真っ赤な目の女が顔を出してこっちに舐めつけてる。霊気を感じない。心霊写真じゃないから逆に誰かがいるってこと。あ、そういうことかもしれない。誕生日に、うん、目が赤い。誕生日に目が赤い。誕生日に目が赤い。いちごが目に入ったケーキの。いや。いや。それはない。ないな。それはない。じゃあ心霊写真でもなんでもないよ。そうやね。とりあえずじゃあこれいってみましょうか。ドン。うん、正解。当たった。普通に当たった。まあ多分いるんじゃないですか。かな。はい、心霊写真じゃないとしたら、家で撮った写真に写っていた真っ赤な目の女は実際に生きている人である。つまり誰かが勝手に家に入ってきている。そのままやった。その程度か。その程度。なんでその時気づかなかったんだっていう。みんなでいたんだろ、ね、ホームパーティーしてたんだろ。ホームパーティーってことはみんないたよ。なんで気づかねえんだよ。なあ、仮装やろこれ。じゃあ仮装やっぱり。そうだよ、気配でわかるじゃん。やっぱイチゴの仮装してたやつだったっていう。それでいきましょう、うん、じゃあ次行きましょう。ドン。名前がポン。ある個人サイトでの書き込み。いいね、はい、ある個人サイトでの書き込み、はい、マンさんかな、はい、これヤッホー、カズさんを、うん、マン今日も来てくれたかあり。もちみ星さん、マンさん晩はですわ。なんだこりゃ。こんなこと書くのみんな。なんだこりゃ。でもこれなんか日付とか書いてるから、あとね時間ね、それ絶対それあるよね。あるあるある。いいぞ、うん、みんな聞いてくれ。今日でサイト開いて祝10日目、はい、10日目は少な。まだこの掲示板の住人は俺と、もちみちゃんの2人だけだから、うん、もっと10人増やしてこのサイト盛り上げていかないとな、うん、そうですね、ムーンファンサイトとしてこのサイトはよくできてますし、きっとたくさんの人が訪れてくれると思います。わら、ちょっと草生えすぎね。草買っとけ。、うん、ありがとう。ところで聞いた話なんだけど、ムーンの幻の曲ってのがあるみたい。ほう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 。でこれ何ですか？シャインかな？シャインって曲があるんだってさ、うん、あ、私も知ってる。なんかのアクシデントで販売中止みたいな、はい、あれ？俺は聞いたことないな。はい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 。なこれ、自他ともに認めるムーンマニアなのに何でも言っちゃうくらいのハードロックナンバーらしいぜ。ほう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 。数日後の書き込み、この時管理人不在、うん、はい、やっと社員手に入れたんです。いい曲。おマジで、俺にも手に入る場所を教えてくれよ。はいはい、難しいな。難しい。いいですよ。場所は、え、それともムーンの幻の名曲手に入れたんだって。あ、めっちゃいい曲だぜ。意識が飛ぶような感じ。そうですね、手に登ったような、これ高揚感がある曲ですね。はい、い。しかもわら草生えてるな。カズもこの曲あったところを教えてやるから早く聞きなよ。この後書き込みなし。ほう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 。推測する。はい、難しかったね。でも、社員という曲は存在しません。それを示す、文章はどれでしょう。社員が存在しない。ほうほう。じゃあやっぱりなんか、そんなん知らんでって言った人いたよね。そうだよ、いたいたいた。
そうやね、幻の曲、うん、聞いたことないな、うん、これやだね、それしかないよね。とりあえずこれ言ってみよっか。はい、せーの、へい、違いますね。違った。え、なんやろ、ちょっと上行ってもらっていいですか。上行こう上行こう。え、これ難しいない？まずね、文章が難しいよね。そう、まず何人いるんですか。数が管理人さん で、バンさんって人がいて、で、もちみさんがいるんですよね。この3人なんですよね、はい、うん、ほうほうほう。で、これと、もちみちゃん、2人だけ。そうや、2人だけじゃないよ、これ。ほんとだ。あれ ?3 人じゃないの。でも住人でしょ。あー、そっかそっか。管理人は関係ないんじゃないですか。関係ないってことかな。分かんない、もしそうとしたらやばい。で、ムーンの終わりの曲、社員。あ、分かった。分かったけど分かってないわ。はいはいはい、分かってない。このね、パターンね、はい、社員ってね、はい、ローマ字で読んだら死ね。あんすよ。ほんとだ。このパターン良くない？あ、そうかもしれない。やろう。死ねって曲があるんだってさ。でも関係ないから、自他ともあ、じゃあ死ね行ってみろか、うん、死ねって曲があるんだってさ、はい、行くぞ。はい、違う。調子乗りました。ちょっと調子乗りましたね。なんかのアクシデントで発売中止で、管理人は聞いたことない、うん、いやでも、うん、ストーリーはね、俺分かったんよ、ストーリー、はい、完全にストーリーは分かった、うん、うん、まずね、もちみが悪者です、はい。もちみさんが、まあ、持ちかけた、持ちかけて、うん、で、シャインっていう曲で釣って、うん、で、まず、うん、だったっけ、マンさんを呼び出すよね、はい、場所教えてくれって言ってるから、うん、で、マンさんを取り込む、はい、で、次はカズさんも、はい、で、マンさん取り込まれてるから、ほら、めっちゃいい曲だぜって言っても、うん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 、取り込まれてます、うん、で、カズさんも呼ぶ、うん、で、取り込まれて、うん、全員ダメになったみたいな、うん、そういうストーリー。なるほどね。自他ともに認めるムーンマニアなのに、うん、はい、これいきましょう、はい、わー、あー、ここじゃん。ここやってなかった。やってなかった。マジか。誰かが言ってんじゃねえかってしか言ってなかったみたいですね。そうやな、いくぞ。どうぞ。はい、マン、カズもこの曲あったところ教えてやるから早く聴きなよ、うん、この後書き込みなし。マンは曲のあったところを教え、その教えた場所で管理人であるカズを殺した。お、そのためこの後に書き込みはない。ムーンの幻の名曲である社員は自他ともに認めるムーンマニアであるカズですら知らない曲であるため、うん、実際には存在しない曲なんだろう、うん、社員は死ねという意味を込めて作り上げられたタイトルと思われる。またマンと、もちみはパソコンのキーボードの位置が同じである。ああ、ほんとだ、同じ人だ。もちみには星もついているから、異なる部分もあるのだが、うん、おそらくこの2人は同一人物、うん、話を盛り上げてカズに興味を持たせ、社員があった場所に呼び出すことに成功した。幻の名曲なのに同じところにたくさん売ってるのはおかしいと思ってしまうが、実際期待に胸が、何これ、胸が踊ってしまったら冷静な判断はできなくなってしまうだろう。来ました。同一人物合ってたんですね。同一人物も合ってたね、うん、で、そしてシネも合ってた、ね、シネも合ってましたね。すごい、うん、いろいろね、推理は頑張ってたけども、うん、だけど結果届かずめっちゃ大変だったこれ、うん、全然わからんかったけども、ね、まあまあでもな、考え方は合ってたよね、うん、指摘が難しかったという、うん、そういうことという、そのキーボードの位置が同じでいいね。確かあのアルファベットと、うん、金文字ね、一緒ですね、打ったら一緒なんや、すげえ、うん、それは考えなかった。では次行きましょうか、はい、なんとか突破でポン、なんとか突破でポン、はい、霊視、いいっすね、はい、はい、霊視できるって噂のやつがいたから、捏造した心霊写真を持っていった、はい、ソファーの後ろに一人隠れて肩に手だけ出す、古典的なのアカデミー級の演技を見せて、そいつに渡すと、はい、あ、間違いなく例ですね、手首掴んでるから、え、足首掴んでるから足の事故に気をつけて、だと、霊視なんてそんなもんだ、捏造も本物も区別つかない。ま、俺の怖がった演技が、すごかったんだろうがな、霊なんていないよ。最近草生やすね、みんな。わらわらわら。わらわらしてるけど、でもこれ分かったよ。分かりましたよ。いくぞ、ポン、うん。はい。本当に霊視ができている根拠は何でしょう。はい、分かりました。まあ、これはね、うん、ここですよ。ここですよ。だって、
ソファーの後ろに一人隠れて肩に手だけ出す古典的なのをやってんのに、うん、足首の話をされてんですよね。そういうことやね。気づけばアカデミー級の演技アカデミー級のバカだったわ。行きましょうか、はい、せーの、はい、いや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 、これは分かりました、ね、これは簡単でした。ソファーの後ろに手を隠れて手だけ、じゃあ古典的なのと、肩から手を出したことを捏造したはずなのに、足首掴んでるから足の事故に気をつけてと足首を指摘している、うん、つまり本当に霊視ができている。足首を、掴んでいる手は語り手には見えなかったんだろうか、掴んでいる手が写真の中にないものの、足首を掴んでいると見えるのはものすごいことなのではないだろうか、うんうん、霊視に関してはよくわからないが、それにしても言われた部分の違いにも気づかない語りで否定するために捏造したのだろう。だから何を言われても関係なかったのだろう。その何も信じない語り手に対して足首を使って、いる、使っているおかしい幽霊は、怒って過激に なったりするものなのだろうか。めっちゃもう後半ね、この作者の怒りがね、怒りからなんか来る足首を使っているこのね誤字ね、そう、もう怒ってたからもうカタカタってこいつ腹立つわみたいな感じで、ただ文字間違ってみたら そんな感じなんで、まあここは責めないでいただき、責めないでください。これはもうね、こいつがバカなんですよ、仕掛けたやつがバカです。そう、仕掛けたやつがバカ、こいつがアカデミー級のバカということで、はい、次行きましょうか。ドンファイル9、はい、アイドルボタ、いいですね。友人のアイドルオタがやばい。最近ファンになったというアイドルに異常なほどの、ね、情熱を注いでいる、はい、この間部屋に行った時なんかマジで引いた。グッズだらけ。そんで壁中に写真。そんで壁中に写真、うん、そんでお前大丈夫かと聞いたら血走った目でああと答えた。はっきり言ってやばい。ほうほうほう、何かしでか好きじゃないだろうかと思った。でしばらくして そいつん家行ったら何もなくなってやんの。どうしたんだって聞いたら、いやもう必要ないんだって。どうやら俺の思い過ごしだったようだ。やれやれ。しかしあんだけ熱出てたのに案外そっけないんだな。さらにしばらく経って電話がかかってきた。なあ、お前ん家にいらないブラウン管のテレビあったらくれよ。ほう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 。はお前ん家でかい液晶あるだろ、なんでそんなの必要なんだよ。まあいろいろ考えたんだけど俺らの関係ってそれが一番なんだって悟ったんだよ。わかったぞ、はい、怖いこれ。怖いね。推測するぞ、はい、アイドルグッズがなくなった理由を示唆する文章を探してください。 OK、怖いよ。これわかった、はい、多分、はい、推理しましょうか。じゃあどうぞ。多分このアイドルの子を、うん、殺すかなんかして、うん、で持ってるんすよ今ね、うん、部分もな、死体持ってて、でブラウン管といえば分厚いですよね、はい、液晶に比べてね。そうです、奥行きがあるので、はい、箱みたいなもんね。箱みたいなものがあるからそん中に入れるんでしょう、ね、入れるんではなかろうか。ということで何をしたらいいんやったっけ。ですね、ブラウン管のテレビあったらくれよかな。これかな、行きましょう。違った。ちょっと待って、これ何を言ったらいいやつ。あ、ちょっともう一回教えてくださいアイドルグッズがなくなった理由を示唆する文章。まあ、なくなったところね、アイドルグッズがなくなったのを示唆する文章。じゃあこれかな、いろいろ考えたけど、うん、これこういう関係が一番なんだ。いきましょう、はあはあ、よしよしよし、ね、来ました。絶対当てれる、はい、これ。でかい液晶のテレビがあるのにブラウン管のテレビが欲しがって、俺らの関係ってそれが一番なんだ、悟ったんだよ、うん、なんて言っている。液晶とブラウン管の違いとなると薄さと映像の粗さにあるだろうか、うん、液晶テレビで見たいなら綺麗すぎて肌の荒れまで目につくようになり嫌になってグッズまで捨ててしまったとか。あれ、しかしグッズまで捨ててしまったのであればいくらブラウン管で見る方法を考えたところで再熱するとはほとんどなさそうである。となるとアイドルを関係したためにグッズなどいらないと捨てたものの、現実で見るよりもテレビ越しの方がやはり良いということで殺してブラウン管のテレビに越しに見ようとしていたということか。液晶だと薄いため頭を入れられないが、ブラウン管であれば頭を入れられるのだが、だから監禁ではなくそのアイドルと付き合う、ことができたものの、付き合うことができたものの、できたん？できたんじゃん。テレビ越しで見るアイドルとはまるで違っていて、やはりテレビ越しが一番と感じた可能性もある。どちらにせよブランカーの利用方法はテレビ越しに見るといったところだろうか。なんかこれ解決してない、解決してないやこれ。なんかあくまで付き合ってんじゃんあくまで推測やったで筆者の。確かに、ね、
関係ではなく、どっちやったん、どっちやったんじゃ、付き合うことができたものの、できたん、でもテレビ越しに見るアイドルとはまるで違ってたから自分の理想がはるかに高かったということで、そうで、やっぱりテレビに入れよう、テレビに入れようという発想にいた、ブラウン管の方がいい、デジタルじゃ入らない、そういうことということだと思います。とりあえず怖かったという、そうそうそう、とりあえずそこに入れられちゃう、でもね、大体合ってたよね、合ってました、案外合ってました、うんうん、というわけで次行きましょう、はい、ドン、あ、10問ラストです、はい、ラスト、老人が男に言った、いいよ、こういうの怖いよ、はい、老人が男に言った、はい、ゲームをしないか、老人が説明したゲームの内容は次の通りだ、箱の中に多額の賞金が入れられており、男が見事箱を開けられたら中の賞金は男のもの、箱はとても頑丈であり素手で開けるのは不可能だが、周りには斧などが置かれている、制限時間などは一切ないらしい、はい、男はぜひやらせてくれと答えた、男が金を得るチャンスがあるのにリスクはなさそうだったからだ、うん、参加を表明した男に老人が言う、実は箱にたどり着くまでにはいくつかの難関がある、うん、5万円払えば賞金のすぐそばからスタートさせてやろう、男は笑顔で5万円を差し出した、ゲームが開始された、スタート時から、賞金は男の目の前にあった、なるほどなるほど、男は勝負に負けた早くね早くね、スタートした直後に負けちゃったじゃんこれなかなか文章力があるというかね、見せ方がうまい、見せ方がね、文章やったよね、開業だったからね、男は勝負に負けた、すぐする、はい、男は勝負に負けたことを指す箇所を探しなさい、 OK、 男は勝利負けたことを、うん、負けたことを示唆する、 OK、 どういうことや、なんで負けたんだってことですよ、ここやん、男は勝負に負けたそのままだな男は笑顔で5万円差し出すってバカだろお前、まあまあここバカですよね、うん、あ、分かった、そういうことじゃない、そうだと思う、多額の賞金が入れられておりって言ってるけど、うん、実は5万円も入ってない、だから何も入ってないですよ、そうやね、要するにで、こいつから金を奪ってそいつを殺したんです、あ、殺した、そこまでいった、そう、あんた怖い考え方してるけど、うん、行くぞ、うん、ほらスタート、あ、待って、スタート時からごめん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 スタート時から賞金は男の目の前にあったって書いてるじゃないですか、ほう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 、うん、スタート時から賞金は男の目の前にあった、あったんですよ、でも負けたんですよこの人、じゃあやっぱり5万円以下やったってことか、うん、いくぞ、それじゃなくて、あ、ごめん違うで、5万円払えば賞金のすぐそばからスタートさせてやろうじゃないですか、うん、5万円払えばここか、そう、いきます、あれ違う、あれ、実は箱にたどり着くまでにはいくつか難関がある、5万円払えば賞金のすぐそばからスタートさせてやろう、わかったわかった、これめっちゃいい問題や、あ、本当ですか、うん、ほう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 、わかったぞ、じゃあ答えてください、え、これめっちゃ感動やで、これ感動、え、感動なんですけど、でも何を答えたんやったっけ、これ負けた理由でしょうね、負けた理由やったっけ、ね、はい、箱の、はい、たどり着くにはいくつか難関がある、で、これね、はい、目の前に賞金があったんよ、はい、ありますね、ってことは、うん、箱の中、うん、で、箱の中は、うん、頑丈で、うん、開けれない、ほう、ということはもう負けです、死ぬしかないんで、箱の中で、スタート地点がすでに賞金が入ってる箱の中やったんよ、ええー、じゃない、ちょっともう一回お読みしてください、あー、そうか、やろ、見事に箱を開けられたらって言ってるけど、結局それを手に取って出られたらってこと、いや、だからここまでは、うん、その目の前に箱があってそれを開けたらと俺たちに思わしてたけど、うんうん、実際はめっちゃでかい箱の中にお金があって、うんうんうん、で5万円払ったら近くからスタートさせてやる、お金のね、賞金の、うんうん、でも実はそれは箱の中のがスタート地点で、うんうん、あ、そういうことはどこでしょうそうなんすよいや俺これ完璧だから、斧とかないんよね、周りやもん、ないね、ないね、じゃあこれか、は、え、違うんじゃないですか違うかな、うん、ね、箱はとても頑丈です、じゃあ開けるのは不可能だ、あ、これか、これでいこうか、う
違うか。それか、じゃあもう一回あれ見よう。男が勝負に負けたことを示す箇所を探しなさい、うんうん、男が見事箱を開けられたら中の賞金は男のもの、これか。はい、行きましょう。違う、きた、当たりましたね。グレ、はい、これ俺めっちゃ嬉しいし、これすごいすげえいい問題じゃない。はい、まず勝負は箱を開けられたら賞金を手に入れられる。しかも多額の賞金は素手で開けられるのは不可能な頑丈な箱の中にある、うん、にもかかわらず男は箱の中に入れられ、そこからスタートすることになった。やった、もっとなんか解説かっこよく書いてほしかったね。確かに簡単に簡潔に言われちゃった。簡潔に、簡潔すぎませんか。なんかもうちょっとあるやん。まさか箱の中からスタートするなんて誰も予想しないと思っただろう。しかし筆者はみたいな。男は騙されて老人に、老人はニタニタ笑いながらその箱の中から去っていったみたいな。そういう文章欲しかったけども、箱、いやこれ俺ちょっとね、なんかベスト、これでもね、こういう映画あっても面白いかもしれない。映画あるよねこれ、うん、いやこれね私ちょっと感動というか、なんかね、そうな感じ。あ、そう、確かに、そう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 って映画っぽい。そう、 SAW、 そうっていう映画あるんですけど、うん、ぽいね、めちゃめちゃおすすめですそれね、うん、あれ猟奇的ですけど、もうほんとなんか知的、頭のいい人が勝つじゃないですか。これいいわ、これとんちが効かないと無理ですよね。だからね、多分、うん、何やったっけ、一休さん勝てる、一休さんやったら余裕勝ちです、うん、一休さんやったらもう余裕、斧で殺してやることじゃないの、斧での確かに、その箱持って帰れよこっち。確かにな、それはあるけども、はい、感動しました。すごい。というわけで皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今回はこんな感じで終了でございます。楽しんでいただけたら高評価ぜひよろしくお願いします。お願いします。めちゃめちゃ励みになります、はい、なります。よろしくお願いいたします。そしてね、チャンネル登録までの方もぜひよろしくお願いいたします。お願いします。それでは次回もお楽しみに。コールリンクゲームズ、レイくんでした。おかめでした。バイバーイ。バイバーイ。